強烈な太陽が降り注ぐ、エメラルド色の海に囲まれた沖縄と奄美の島々。琉球列島は残り少なくなった自然の中でまだ人間の手に触れられず、その美しさを残している唯一のところと言われています。沖縄本島を後に飛行機で石垣島に着き、そこから140トンの連絡船で約3時間半乗ると、日本最後の秘境西表島が見えてきます。この島は天然記念物の西表山猫と美しい自然で最近人に知られるようになりました。西表島は周囲75キロ、面積290平方キロ。大きさでは沖縄本島に次いで2番目です。島の9割近くを熱帯性の原生林に覆われたジャングルの島です。ところが人が住んでいるのは海岸の一部だけで、奥地は人の踏み入れたことのない全く未知の地帯です。人の手に触れられたことのない西表島のサンゴや熱帯魚は美しく、復帰とともに24番目の国立公園として指定されました。西表、黒島、小浜、竹富、荒城の島々とそれを取り巻く海が新しい国立公園になりました。